はい、ということで皆さんこんにちは、パクサイレンでございます。ちょうど通過列車が来るとのことなのでカメラを構えていると、こちら本川越駅の特急小江戸号が通過していきます。1番系ニューレッドアロー、もう池袋線では完全に001系ラビューに置き換えられて活躍の場を失っていますが、現在でも新宿線では現役で活躍しています。本日やってきておりますのは西武新宿線小平駅です。小平っていうとね、あまりなんか知名度としてはそんなに高くないところなんじゃないかなと思いますけれども、西武新宿線の中ではまあまあな主要駅になるんじゃないでしょうか。西武新宿を出発し、高田馬場、鷺宮、上石寺、田無と来て、そして田無の次の主要駅がこの小平です。この小平駅を境に東村山、所沢、本川越方面の新宿線と萩山、玉川上水、拝島方面の拝島線が分岐していきます。こうやって見てみると本川越方面に向かう列車も多いですが、しかし拝島方面に向かう種別も結構たくさんあることがわかります。でこの萩山から先、拝島線内は全ての列車が各駅に停車していきます。こんな感じ、停車駅は萩山、小川、東大和市、玉川上水、玉川上水からは先は単線になります。武蔵砂川、西武立川、終点拝島の順番です。でこの一番上のライン、これは特急なんですが、その一つ下のライン、これ黄緑色のライン、これ何かと言いますと、こちらに拝島ライナーと書いてあります。この拝島ライナーは以前うちのチャンネルでご紹介しましたけれども、あの西武池袋線などで活躍しております4万系電車を使用した座席指定列車、まあ、それの新宿線拝島線バージョンがこの拝島ライナーということです。確かエストレインよりももうちょっと遅れて運用を開始したんじゃないかなと思います。今年で確か運用開始から3年目とか4年目とかそれぐらいだったんじゃないかなと思いますけれども、2番目の出発17時39分にこの小平を発車します。拝島ライナーは西武新宿を出発すると途中高田馬場に停車、しかしここでは降りることはできません。乗車専用機です。そしてそこを出発するともう小平まで止まりません。小平から先はこっち北上していくとね、東村山とか所沢、本川越方面に向かうんですが、しかしこのまま西へ進みまして拝島線に入り、萩山、小川、東大和市、玉川上水、武蔵砂川、西武立川、終点拝島の順番に停車していきます。小平から先は終点の拝島まで各駅に停車していきます。ちょうど反対側の西武新宿方面のホームにはこの後西武新宿まで改装されて拝島ライナーになると思われる4万系電車が停車しています。幕は改装ですが、しかし車内の様子を見てみると座席がすべて、この列車は画面向かって進行方向は右側なんですが、しかし座席はすべて進行方向左側を向いています。このまま改装電車として新宿に向かい、そして西武新宿から折り返し、まあ、何時の列車になるか分かりませんけれども、拝島ライナーの拝島駅として運転されるはずです。あらかじめこうやって座席の向きを拝島方面にセットしておいて、そして西武新宿に着いたらすぐにお客さんを乗せて折り返し出発できるように、あらかじめこのような形で座席が用意されているわけですね。さて今回はですね、動画のタイトルにもある通り今ご紹介しましたこの拝島ライナーにただ乗りしていきたいと思います。この拝島ライナーは1回乗るのに確か400円ぐらい座席指定料金が必要になるんですけれども、今回はそれを支払わずに乗ります。お前ついにキセル乗車するのかと思われる方もいるかもしれませんが、実は座席指定制の有料列車に料金を支払わずに合法的に乗る方法というのがあるんですね。それがこちら、拝島ライナーのご案内、下りのみ運転します、小平から西武立川間の各駅からは乗車券のみでご乗車いただけますということで、なんとですねこの拝島ライナーというのは、もちろんね西武新宿からそれから高田馬場から乗ってくる際には座席指定の料金が必要なんですけれども、しかしこの小平から先拝島線内でのみこの拝島ライナーを利用する場合に限り座席指定料金は必要ありませんよということになっているんですね。これはねエストレインではありえない措置なので、これは西武鉄道では今のところ多分この拝島ライナーでしか行われていない措置になるんじゃないかなと思います。あとは京急のウィング号とか、あとは TH ライナーでも同じような措置が取られていますね。さあやってまいりました、拝島ライナー1号の拝島行き、10両編成4万系が使用されています。ちなみにこの西武4万系は日本の鉄道史上初めて形式名に4万という数字が与えられた車両となりました。今まで4万という数字をつけた車両っていそうでいなかったんですよね。小田急ロマンスカーでは最近では例えば3万型、XE、5万型、VSE、6万型、MSE、7万型、GSE と5桁の数字が与えられているロマンスカーが多く出ていますけど、ただ3万型 XE の次は10年ほど空いて5万型 VSE になっていて、4万型のロマンスカーっていうのは実は登場していないので、実は小田急でもこの4万型という車両は製造されていないということになるわけなんですね。側面でもしっかり拝島ライナーの案内が出ています。車内でもちゃんとこんな感じで拝島ライナー、拝島行き、ただいま小平ということで、だいたいこういう場合ってね、乗車券だけで乗ることができるようになる駅からは種別の案内はやめて、例えばこの場合は拝島ライナー、拝島行きではなく、ただ単に拝島行きという案内になるのが普通なんですが、しかしこの拝島ライナーの場合はちゃんとこのように小平から先の乗車券だけで乗ることができるような区間に入ってからもしっかり拝島ライナー、拝島行きという案内が続けられています。時刻は17時39分、小平を出発です。この電車はここから先、拝島線に入りますが、新宿線を利用するお客さんも、この小平まで拝島ライナーを利用して、そしてここから先は、このホームの向かい側に停車している、この小平から終点まで各駅に停車していく、急行の本川越駅に乗れば、東村山、所沢方面にも簡単に向かうことができます。拝島ライナー
相島行きです。これから先は各駅に停まります。次は萩山です。出口は左側です。川越線はお乗り換えです。乗車券のみでご乗車いただけますが、指定券をお持ちのお客様のお見えになりましたら、席をお見せください。個人的にこの拝島ライダーの面白いなと思う点は、この小平から先、拝島までの拝島線内の区間は乗車券だけでこの列車に乗ることはできるんだけれども、しかしこの拝島線内の区間を含んだ座席指定券を発売することができるという点です。他にね、こんな感じで座席指定列車を運行している例えば東武鉄道の場合、東武東上線で運転されている TJ ライナーの下り列車は池袋を出発すると次の停車駅は富士見野なんですが、富士見野から先は乗車券だけで乗ることができるような区間となります。しかし指定券は例えば池袋から川越市とか、それから池袋から小川町とか、そういったところで買うことはできず、全員が一律で池袋から富士見野までの指定券を買うことになります。そして富士見野から先は全員がもう座席の指定を受けることなく好きな座席に座っていいですよということになるんですが、この西武拝島線のこの拝島ライナーに関しては、これはね、小平から先も萩山とか玉川上水、拝島方面まで座席指定券を買わなくてもこの列車に乗ることができる区間を含んだ座席指定券を発売しているんですね。つまり僕が今回例えば3号車の4番の A 席に座ったとして、その3号車4番の A 席を新宿とか高田馬場から指定していたお客さんが後からやってきたら、僕はその席をどいてまた別のところに移らなければならないということになるわけです。なかなかこのシステム複雑ですよね。他にこのように座席指定列車を運行している例えば東武鉄道の TJ ライナー、TH ライナーですとか、あとは京急のウィング号などの場合にはこういったシステムではなく、もうとある一定の駅を過ぎたらもうそこから先は通常の列車と同じ扱いになりますので、乗車券だけで乗ることができますよ、指定券の効力もなくなりますよというのが普通なんですが、この拝島ライナーに関してはそういうわけではなく、ちゃんと終点まで指定席の効力を持たせることができます。だから通常の他の TJ ライナーや TH ライナーと違って、始発駅から列車の終着駅までの全区間の座席指定券を買うことができるわけですね。これは S トレインに影響されているのか、ちょっと僕はねそのあたりはよくわからないんですけども、でも結構ユニークなシステムだと思います。ちなみにこの西武4番系はこんな感じでロングシートとそれからクロスシートを切り替えることができる LC カーとして作られました。まあ、これは拝島駅に着いたらそれが動くところを実演でお見せすると思うんですけども、車端部の座席に関してはさすがに座席を回転することはできなかったようで、このようにロングシート固定となっています。このロングシートの部分含め全ての座席に4番系ではコンセントが装備されているんですが、このコンセントは拝島ライナーや S トレインではない普通の例えば急行とか快速急行みたいな列車で使われている時も使えるんですかね。コンセントプラグさせば充電できたりするのかな。ちなみにこの4万系の座席ですけれども、前に S トレインでご紹介したと思いますが、前面のところに背面テーブルなどはなく、このようにペットボトルホルダーとそれから前の座席のところにはこういう暖房の箱がありますので、この窓側に座っている人に関しては前の座席の下に足を突っ込むということはできません。通路側であればまあギリギリできるかなって感じですけどね。座席はなんかちょっと花柄が採用されていてちょっと可愛らしいです。このあたりこんな感じでね、結構カーブを連続する区間ですから、前にあと7両分連なっているこの拝島ライナーの4万系の姿を見ることができます。この景色が好きじゃない鉄道マニアっていないんじゃないですかね。さあ列車は間もなく玉川上水の駅に到着します。お、なんかちょっと京急みたいな色した電車が止まってますけれども、でここには西武鉄道の結構重要な車両基地、確か玉川上水検借という名前であっていたかと思いますけれども、まあ、そういう、ね、大きな検借があります。そしてここに検借があるということは、特に通勤時間帯などは玉川上水を始発として西武新宿方面に数多くの列車が走っているということになるわけなんですが、この拝島ライナー、実は西武新宿発拝島行きの下り列車しか設定がありません。上りに関してはないんですよね。だからこの玉川上水始発でも何でもいいからね、この上りの拝島ライナー設定してくれてもいいんじゃないかなという気はするんですよね。玉川上水から先終点の拝島までは西武拝島線は単線となりますので、ちょっとねそのあたりダイヤ設定とか難しいだろうから、玉川上水から先拝島始発西武新宿行きのライナーを設定することは難しいかもしれないけれど、こんな感じで玉川上水駅は2面3線で真ん中に中線がありますので、やろうと思えば玉川上水発西武新宿行きの拝島ライナーを設定することもまあできなくはないと思うんですよね。個人的にはちょっと混雑緩和とかあるだろうから、上りのライナーを設定してほしいなという気はします。まあ設定したところで僕が乗るかっていうのは別の話ですが、しかし結構設定されたら便利に皆さん使ってくれるんじゃないかなと思います。玉川上水を出発するとこんな感じで線路は上下共用の単線です。ここは一応東京都なんですけどね、東京都なんですけど、しかし10両編成の電車が上下それぞれ10分に1本行き交う謎のローカル線となっています。ただこんな感じでこの進行方向を向かって右側にはもう一本線路を敷けそうな用事があって、おそらく将来的には拝島まで伏線化の計画もきっとあるんでしょうね。
ちなみになぜこのハイジマライナーに小平から先ハイジマまでのハイジマ線内の区間だけは乗車券だけで乗れるようになっているのかと言いますと、これはこのハイジマ線の列車本数が関係しています。このハイジマ線では日中の時間帯10分に1本ハイジマ方面と小平方面に向かう各駅に停車する電車が運転されています。そしてこのハイジマライナーの10分前と10分後にもそれぞれ各駅停車のハイジマ行きが運転されているわけなんですが、まあここまで来てね、ああなるほどそういうことねとされた方も多いと思いますけれども、このハイジマライナーは小平から先終点ハイジマまではハイジマ線の各駅停車のうちの一部として運転されているわけですね。まあ小平から先もうお客さんも乗れませんよ、ハイジマ線内からお客さん乗ってこれませんからねという措置を取ってしまうと、ちょうど今終点のハイジマについているところですが、ここまで来てしまうと本当に車内に全然お客さんなんか乗っていないわけですよね。でそうするとちょっとさすがにもったいないから、じゃあ小平から先は乗車券だけで乗れるようにしようということで、各駅停車の代わりにこのような列車が運転されているんだろうと思います。17時台から確か22時台ぐらいまでこのハイジマライナーは運転されているはずですから、そうするとこの夕方から夜にかけての時間帯、毎時6本運転されている各駅停車のうちの1本がこんな感じで車内にコンセントがあって Wi-Fi が飛んでいて、そして座席の大半が進行方向向きを向いている非常に快適な普通列車になるわけですね。他にもこんな感じで通常の普通列車と比べると明らかにグレードの高い普通列車っていうのは結構日本全国、まあ、特に関東施設ではいろいろなところで見られますけれども、このハイジマライナーも実はその一つ。折り返しはこのままね、回送列車として新宿に戻るのではなく、途中ハイジマ線内小平まで営業運転を行い、そこから先はまた改めて回送列車として新宿に向かうんじゃないかなと思います。この折り返しの各駅停車小平駅に関しては、これは座席はクロスシートではなくロングシートになりますので、このように座席が全自動でクロスシートからロングシートへ切り替えられています。今はまず一旦座席の向きをこのように180度反転させます。さっきまではハイジマ方面を向いていた座席がこのように全自動で回転し、西武新宿方面を向くようになりました。そしてこの後もう一度座席を今度は90度回転させて、こんな感じでね、90度回転させて、そしてこのような片側6人掛けのロングシートが完成するわけですね。そしてまたこの段階でコンセントがしまわれますので、今座席がクロスシートからロングシートに切り替えられたこの区画に関してはもうコンセントは使えません。多分車両の端っこのさっきお見せした3人掛けのロングシート固定の区画、あそこだったら別に座席の転換とかしないので、おそらくあそこであればコンセント使えるんじゃないかと思いますけどね。あとは引き続き Wi-Fi も使用することができます。さあ座席がすべてクロスシート形態からロングシート形態に切り替えられて、そして折り返し各駅停車小平駅としてまもなく出発をしていくところ、多分ね10分ぐらいしか折り返し時間なかったと思うんですけども、その10分の間に、この降車の確認とそれから忘れ物チェックで、あとはそれから車内の座席の転換とそれから乗務員の交代などを行って、そして時刻通り各駅停車小平駅として折り返しこの拝島駅を出発していきました。この拝島線の末端区間に関しては単線ですから、反対側にやってくる電車の到着を待って、そしてそれから出発ということになりました。ということで今回は有料の座席指定列車ハイジマライナーにただ乗りしてみたということでやってまいりました。別に今回のキセルとかしてるわけじゃないんで、その辺疑いふっかけられても困るんですけれども、まあ皆さんもねぜひご近所でこういう面白いお得な列車が走っていたら、皆さんもぜひこういった列車でお得に快適に移動していただきたいなと思います。それでは今回の動画ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。